パチスロキャメロ第32曲。今日はですね、ゴリマックス品川店、品川港南口店さんが、抽選入場ということで、で出た番号がですね、なんとびっくり97番。どない生徒、今日バーチャファイターがもし打てたとしたらどんなことを極めていこうかというところなんですけど、まあ、初打ちなのでもちろんね、ツイッターの番号はあれ参加の順番なんですね。もちろん設定推測の方を初打ちのバーチャファイターで、まあ、公約確率や、チャレンジャーバトルの勝率なんかを見ながらね設定推測をしていきたいと思います。あとは、まあ、オリジナルの極め要素としてはチャンスゾーン中に果たしてどのキャラクターを選ぶのが一番勝率が高いのか、あとは、まあ、継続バトル中にねリプレイの引きが重要と聞いておりますので、リプレイをいかに自力で連続させていくのかというリプレイ打法を、まあ、極めることが大事な台と噂を聞いておりますので、その辺に注目していきたいと思います。それではそろそろ、入場抽選並びの方に移りたいと思いますので、また開店後にお会いしましょう。ではでは、顔はむくんでるかどうかはちょっと分かりません。じゃあ、バーチャファイター打っていきたいと思います。完全なる初打ちでございます。あるいは A タイプバラエティコーナー、まあ、ケロットフランキーコレクション、チャレンジャーバトルに入ってたんですけど、これは前日からの周期を引き継いでるっていうことなんですかね。再抽選ということは多分どっからどこで行くかは分かんないっていうことだと思います。前日の残り周期と合わせてエラちょうどプラスして100ちょうどであれば、末置きが濃厚になるらしいんですけど、これは変更がするかは分かんない、僕が前日の周期を確認していないので。で、疑似2連でしたね。あ、ダウンする？あ、ダウンしたのこれ今。1ゲーム目、2ゲーム目でのダウンは、あそこに行くって聞いたんだけど、研究所に行くって聞いたんですけど。会社員、そう、J6 研究所行きましたね。で、まあ、これでもバトルに発展するかどうかは、これで発展してくれましたね。で、俺、チャンスゾーンの仕組みで、謎だと思ってるのが、この残りゲーム数と、バトル中のゲーム数はどうなんだっていうのが気になってるんですよね。あ、一応消費されるんだ。超ダメ臭い。はい。はい、これで、大事なチャンスゾーンをすかしたと。ここで引くかね。で、このデュアルコア、デュアルコア破壊演出に成功するかどうかに、一応設定差があるらしいと。高設定ほど成功しやすい。まあ、失敗とね。ということでまた次の周期が始まります。10日、すごい。で、140ゲーム目に、2回目のチャレンジャーバトルと。疑似1、これちょっとダウン、今ダウンしたってことは、またチャンスゾーン行くんじゃないですかね。てなわけでですね、攻撃されましたけど、
やめるっていう選択肢はちょっとまだないかな。さあ4回目、チャンスベル確率は今110分の1ぐらいで全然良くないです。だってこれでもう90分の1だからね。結構子役固めてる気がするんだけど、ほら氷水化ですね。これはかの有名な、氷水化の勝率知ってます？ 75% らしいです。緑？赤？赤まで行きました、噂の。最初のサンクシュアリは、最低30ゲームと。ここはまあ、北斗転生でいう弾を貯める状態だという。弾もらいました。とりあえず1個もらいました。ラストゲームで、これで勝利期待の1って出てきてる。大丈夫かこれ。成立役に応じて攻防が行われるんですけど、押し順ナビがなかった時点で、こちらの攻撃が確定するという両方。めっちゃ減った、めっちゃ。あ、これでアキラの攻撃、勝ちました。本当はパーフェクトが良かったんですけどね。パーフェクトだと次のサンクチュアリがゲーム数が優遇されることがあるらしいですよ。ウィン、まあ大体20、あれ30だった。なんとびっくり、玉なしです。玉なしで挑むことになりました。すごいか、すごい優勢になりますね。俺なら勝っただろう。お、めっちゃ弱い。シェン、怖い怖い。やばいやばい、最悪なんだけどこれ。お、今のは誰だったんだ。さあ問題は忠告の儀に一回も言ってくれてないのがちょっとね不安ではあるけど、これは言ってくれるのかな。え、野村を切るって首ってこと？ようやくですね、忠告の日。ブラックアラーとかギアスみたいな台が出るかどうかも実は分かりません。いい感じに。これでまあ馬が荒ぶっただけです。
あぶねえ、礼拝堂ってさっきちょっと やりました。あー震えた震えた、わー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 、空中コンボ炸裂、はい、はい、青決めようかな。1回目はいけると思います。マスターしてる、左からナビもアキラの攻撃確定、ちょっとここまで頑張ったのに、ここまで頑張ったのに、勘弁してくれ、やめてくれ、やめてくれ、あー、確かに100枚出ました。ニンニン、そう、有料時間はあれですよ、20時、開始、実戦開始から2時間ぐらいなんで、勝った、また警告入った、こっち、抽選があります、とりあえず。なかったー、なんかやむを得ず見れてない場合とあるからね、丁寧広角に、あー丁寧広角が長引いてくれました。ただあすごい中リールだけ行くぞーって、どうした急に、お前やっとか、この間この さあだがしかし、ああよかった、ギリ3連までいくと、とりあえずチャンスゾーン以上は確定らしいです。さあ2ゲーム目でこれハイパーじゃないの、ハイパー行ってくれないと困るよ、あジャッキーにしますけどね、そんな甘くないって言われた、あからさま、バババババって、はい、まあ勝たないけどねじゃねえっすまあ勝たないけどじゃない、さすがに勝ちますから、では青からの、あーよしよしよし、ヒーロー、あー危ねえから本当に、ただ同行してただけでしたね、いやいやいや超強い、こんなにベル引くかね、
そらそうや。しかしだいぶ周期2回分溜まってますね。コースチャレンジ体力優先を、まあ、攻撃されてますけど、はい、残念でした。チャンスベルの確率が非常に、チャンスベルだけは上がってきている。え、これはデュラルコア破壊した。話が変わってきましたね。まあ黄色まではだいたい行くと。いやー、いいチェリー。黒レア薬が荒ぶりました。これ強制かな。あー、チェリー降格終わっちゃった。そう、隣のことです。 99% はパワー隣の台で、バトルでデュラルが出てたもんで、すげー引くな。しかしお、なんだ、急にレア役がすごいことになってる気がする、気がするだけ。リプレイと、この弾はですね、継続バトルで使われる非常に展開が有利になる弾です。めっちゃ押させられるな、このボタン。ゲーム数は乗せられないですね。北斗転生と同じで、ひたすらセット数を乗せていくタイプになってる。いやー、嬉しい。なんだこれ、揃えば次のバトルでの勝利が確定。よし、はい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 。ああ、急に震えた。なんか何かが来そう。フレームデュラルを倒せ。なるほど、これはさっきの V 揃いのストックがあるかどうかなのかな。負けたと。あれでフレームデュラルを倒すことができれば、次のバトルも確か覚醒して勝つんじゃなかったかな。またパーフェクトだこれ。デュラルのね、スタイルが、これ、黒デュラル、やっぱハテナですね。勝っとけ、勝っとけ、勝っといて、くわー。いやー、絶対やばいよ。お、そんなパターンが、下段リプレイだ。よーし、
行けたな、これ行っただろいやまあこれで終わりじゃなく、この後ずっとクロジュラルと戦い続けると。やった、いい勝負じゃぞ、困る、やばいやばい、圧倒しろ、圧倒、よし、怖い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 、これでも中身弱いジュラルじゃねえか、やばいやばくなってきた、あかんやつや、終わる、朝パンが応援するぞ、どういうこと、あれこれ最強スイカじゃない、最強スイカ出現、とりあえず100日減産って出ましたけど、だがしかし最強の八極拳なら、はい、お前は、勝つようですね。最終ゲーム目、アキラの攻撃はないが、ロシアン服、はい、おう、なんか言ってる、なんか言ってる、なんか言ってた、はい、チャンスゾーンでのリプレイの不甲斐なさ怖いよね、ヒーロー、せっかく強水化まで引いたのに、はい、はい、100枚、はい、意外と頑張った、はい、まあ、6枚残ったコインはこのためにあったということで、野村にはクンフーが足りないわ、車上昇車上昇車上昇、パチスロ極めろ第32局夜の部がひそやかにスタートしました、ここでやめとなりました。で、実戦時間にして10時からだいたい18時ぐらいまでは打ったのかな、8時間、ゲーム数さっきマイスロで見たところ3600ゲームぐらいだったと思います。非常にですね、なんというか見どころが少なかったというか、まあぶっちゃけひどい実戦になってしまったんですけど、で、投資が飲まれてからちょっと伸びてましてですね、 40K、 そしてまあ回収がこれまあ隠す必要ももはやなかったんですけど、
回収が0枚、そして収支の方がそのまんまマイナス 40K となりました。総ゲーム数が3674ゲームで、通常ゲームが2473ゲーム回したんですね。で BB っていう、まあこれ、ボーナス初当たりがですね7回で、まあ、353分の1ですね。これ計算すると、設定1でも270分の1ぐらいなので、完全なる設定1以下の数字、初当たりからしても、まあこの時点ですでに大幅なハンデなんですけれども、で、もう一つ九国の儀、これも一応ね設定差があるポイントなんですね。日にち、周期までの、ゲーム数を減算してくれるゾーンがあるんですけど、でこれが通常時14回出たと。で出現率にして168分の1、まあまあ意外と出てるじゃないかっていうふうに思われるかもしれませんが、出現率にすると設定2と3の間ぐらいですね。まあ、すごく良くもないっていう、悪くはないけど。で、もう一つチャンスベルって書いてありますけど、これが通常時、あとまあ AT 中も一応設定差があるんですけど、とにかく子役の中ではこれがほぼ唯一、参照できるレア子役になってまして、でこれ 79.9 分の1なんですけど、これは結構良いです。 AT 中で結構確率が変わったりするんで、細かく見るにはもうちょっと、分析しないといけないんですけど、これ自体はおそらく設定6以上の数字だと思います。とりあえずチャンスベルだけは良、かったという金映えってあれかな、ニコ動で有名な生主さんかな。でですね、まあこの辺は実践中も非常に感じてまして、チャンスベルは良いけど、他の項目がすごく良くないなと。で特に隣でめちゃくちゃいい挙動をしていた視聴者さんの台があったんで、それと比べるともう明らかに僕の台はちょっと悪いところばっかり目立つということで、まあ諦めたんですね。で、まあおそらく設定的にはそんなに、大したことはないんじゃないかというところだったんですけど、島全体の割り数的に言うとだいたい115%ぐらいになるのかなという、まあ それはもう事実だけですね。そういう数字が出てるって、データが出てるっていう事実だけだったんですけど、つまりですね、最高の行方、おそらく今日やはりボリマックスさん非常に力が入っていた日だというのが朝からありましたかね。バージャファイターはどこに座っても結局最高の笑顔が見られたはずだったんじゃないかというですね。いやー、そんなことってあるんですね。